ハマリドの足ぽよです。本日はこちら川崎グランドボール様にて撮影のご協力いただきました。本当にありがとうございます。で今回はですねこちらゲストをお招きしております。どうぞ。アウトボールで活動しておりますジュッキーと申します。よろしくお願いします。ジュッキーお久しぶり。本当に町田で投げて最後大晦日から投げたぐらいなんで、ね、8ヶ月とかそんぐらいぶりです。緊急事態とかねいろいろあったからなかなか撮影はできなかったんで、やっと会えて俺はめちゃくちゃ嬉しい弟よ。本日の企画は PK ボーリング、点数を多く取った方がストライクを取った方が勝ち、やっていきたいと思います。サッカー PK 分かるよね。分かるよね。まあお互い5本投げるんで、まあ、交互に投げるんですけど、でまあストライクを取った回数が多い方が勝ちという単純明快ってやつです。もう今はね軽くね 1,2,3 ゲーム4ゲームぐらい投げたんですけど、数レーンがすごく遅くて、うん、数レーンがまあ、早かななんで、本当に左右差があるんで結構面白いものが見えるのではないかと私は思っておりますので、よろしくお願いします。チッキーからなんか意気込みどうぞ。意気込みですか。はい、貴様と俺では天と地ほど力の差があることを教えてやると思います。はい、やってじゃあやっていきます。イエイイエイ。ぽよ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 、足ぽよのボーリング場第一投、足ぽよいきます。はい、使用ボールはね私の大好きなハニーバージョンエクストリームでいきたいと思います。ここは負けない。やっぱり一投目大事なんで、やっぱここでね相手にプレッシャーをかけるチームもね、私先行取らせていただきましたので早速投げたいと思います。遅いんよ、ちょっとね外出しますよ。それでは PK ボーリングスタート。早速です。お願いします。さあジュッキーの1投目、互いにまずです。まずです。まずです。伊藤ちゃん食ってるとぶっ飛ばすぞ。2本目いきたいと思います。これ互いに取れないとかなしだからね。いきます。やべ、しょい。さあ次期2本目、丸か×か。あー決めてく、決めてく。さあここで丸を取ったジュッキー選手、2本連続なりますか。おっ、やばっ、あー決めてく。さかジュッキーが2回連続取ってくるとは、ここも取らないと取っていけないんで、俺も取ります。よし、こっち遅いかな。いくぞ。あーブブーボールで、あーきつい。私が連続でいきたいと思います。あでも次4回目でしょ。やべー、バツ、丸、バツ。これ丸だわ、これ丸だわ、これ丸くるわ。よっしゃ、行きます。ちょっと早いんだよな、こっち。あ、やべ、ミスった。よっしゃ、よっしゃ、裏だぜ、丸。バツ、丸、丸来てるよ。やばいね。やばいよね。9、6回目ターキー見たいけど、俺としては外してほしい。割れたー、ベビースプリットだ。チッキー選手ラスト、バツ、丸、丸、じゃあバツ、丸、丸、バツか。ここ本当にまさかの5回目勝負になるとは思わなかった。さあチッキー取れるのか取れないのか、決まる。ボールを相手のゴールにシュート。
やってきました。最後5投目です。今ねジュッキー選手がね、バツ丸丸バツと来て、そしてあのバツと来てしまったので、ジュッキーは今ね2ポイントなんですよ。で私もね、バツ丸バツ丸とってたらね今2-2です。最後俺の最後ね3ポイントって俺のね3-2で俺の勝ちとしたいと思いますので、でもね、あ、ちなみに今ないと思うんですけど、外した場合あのサドンデスなんでないと思うよ、ないと思うけど、いきます。じゃあ前負けたからさ、リベンジできたってことでいただきます。ジュポジュポ、お疲れ様でした。いや勝ちました。3-2。悔しい。もう前半でジュッキーがあのダブル持ってきた時はいやこれきつい、流れ乗られたら負けちゃうと思ったんだけど、まさか落としてきたから、ちょっとやっぱりこれまだいけるまだいけると思ってね、つかみ取ったわ。いやでもジュッキーさ、ハウスボールだからね、皆さん私マイボール投げてるんで、そこ一緒にしたんですよ、マジで。私のウェイナー、アシュポヨーってことで、ありがとうございました。ありがとうございました。このチャンネルではね、私のマイボール対決やってますので、ぜひぜひ見てください。概要欄に貼っておきますのでチェックよろしくお願いいたします。本日もね、最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。今も YouTube としてね、ボーリングの楽しさどんどん発信していきますので、よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。違う次回の動画でお会いしましょう。おつぽよでお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。おつぽよ、じゃらん。ありがとうございました。ありがとうございました。いやマジ疲れた。